浜崎あゆみ、しゃべくり007、で、お手伝いさん5人、発言。4年ぶりバラエティ出演の深い事情歌手の浜崎あゆみが、19日に放送されるトークバラエティ番組、しゃべくり007、日本テレビ系、にゲスト出演することが分かった。浜崎がバラエティ番組に出演するのは、2013年4月8日放送の、スマップ非形クラスマップ、富士テレビ系。 ビストロスマップ以来104年ぶり。日テレの番組は7年ぶりとなる。スマップ非景クラスマップでは料理はするがスーパーには行かない家に爪切りがない街がパニックになるから外出しないなどとスターのセレブ生活を明けすけに明かしていた浜崎にスマップもびっくりしていました。芸能記者日テレはしゃべくり007 の放送に先駆け、報道各社に場面写真や内容の一部を送付。ピンク色の大胆な肩出しワンピースに身を包んだ浜崎が見て取れる。しかし、この場面写真に対し、ネット上では、丸いおばさん、ぽっちゃり系の女芸人みたい、インスタグラムと別人、若作りが痛い、といった揶揄が飛び交っている。 最近激たりが話題の浜崎ですが場面写真でもぽっちゃり体型が見て取れる。特に衣装のせいで二の腕の肉付きの良さが目立っており、放送でも体型が大きな話題になりそう、どう、さらに収録では毎日青汁を作ってくれるというお手伝いさんが5人くらいいることを明かすなど相変わらずのセレブ生活ぶりを披露したという。浜崎といえば 全60公演の大規模全国ツアーが始まったばかり。今月は国立代々木競技場第一体育館と日本外資ホールで2日ずつ行われるが、いずれもチケットは完売していない。以前から会場が大きすぎるとの指摘が相次いでいた同ツアーですが、案の定チケットがダブついている。今回のテレビ出演で少しでも空席が埋まればいいのですが、どう また、浜崎は先月、東京南青山のあゆ5店が売りに出されていることが分かり、騒ぎに、同月発売の週刊新潮新潮社によれば、浜崎が直接アパレル企業に売りたいと持ちかけ、3月30日に手放したとか、なお、価格は土地だけで10億円ほどと報じられている。 お気に入りの自宅を売却した浜崎に近鉄の噂が浮上している。トーク番組への久々の出演は、セレブキャラを守る意図もあったのでは。どう、テレビ出演の度に大きな話題を呼ぶ浜崎。チケットの売れ行きは寂しくても、世間の注目度はトップレベルのようだ。